Challenger. Please select your character. Sao Kaka. さあ本日の、最後の組み合わせですね。まあひよこピーと龍馬さんやってないですけどなかったことになってるんでね。ラストやりましょう。まあこの組み合わせね CS2 バージョン上がってから毎回言ってるんですけど、まあちょっとラグナが楽になったと。かかとかちょっとチームメイトにやることじゃないやってない派ですがね。さあ二段ジャンプバリアガード、しゃがみくらいしっかり。あーすげえダメージ、この剣減るな。さあとりあえずリバースブラインヘルスナグ荒らしていく。さあここは大人ガード。懐かしいですね、ソロさんね。ソロさん、世界の舞台でも同じことやりますからね。素晴らしいですよね。さあ、ジャンエクダイクが強くて、ワンコンボと。あ、風受け身、今更ですけど、風受け身すると多分タクに行きづらいんじゃないですかね。クーダーしてもその風で押し戻されちゃってコンボに行けないみたいな。知らないけど、おお、まあまあそうそう、下段ないからね、立ってりゃいいんだけど。さあ金マスは KR して勝利源、素晴らしい。 CD デッドスパイク C6、 あ、入ったそんなに。これが多分最大手段、遅らせ受け身。ヤンシーカウント、あっと危ないところ5番から立ち火。あーでさ 2B でググって位置を変える。さあこれは結構減る。さあ最大を取るのか投げに行くのか。最大さああと22秒ワンチャン逃げ続けてもいいくらいだ。バック転、さあ捕まえなければいけない。ヘルズ、あーっとここはバーストケアできてしまう。素晴らしい。Please select your character. Ragnar the Blood Age. The will of fate is turning. Rebel 1. Action. さあ2試合目、ナミからコパン。さあコパンこすって、
さあベリアル受け身取ったところにログビーっていうね、これねそう受け身 取れるタイミングだったら、まあ、6位重なっちゃうし、取れないと、まあ、6位当たるからかかとデッドスパイクっていうね。さああそこだとね、どうやらカードできちゃうらしいですが、さあ何が当たったんですか、これはカード。さあ端に押し込んでサーチリーヘルソングからコパンで固め直す、コパンコパン。さあ暴れていない、あーうまい、いやーそっちか、まあ、確かに当たりそうだった。これはまだ死なないけど、おーへー、こうなっちゃうんですね。レベル3アクション、あ攻撃レベルと高い技と相打ちにすれば拾いづらい、そんな関係ねえか関係ねえか、高さもあるからね。おおおおっ、ダーミくらい裏に回ってターチリー、ロケからディディベリアレッジ、ターチリー勝利権、おっとバカトから大きめ西からハーデス、ターチリーデッドスパイクは当たらない、あれちょっとむずいですよね、なんか若干低かったよね。さあジャンエから、あ当たっていない、2機はちょうど切れた、バーチシーヘルズ、これは使わないとし、なるほどバーストキャストですね。投げから、いやだいい勝負だ。またお前かよ、じゃあうちよち食い歩きもできねえのか。 Here comes a new challenger. Please select your character. タオカカ使いの皆さんがやっぱ結構リツイートしてくれてるの。 The will fate is turning. Rebel 1いや、ヒヨコピーよりも、まあヒヨコピーが全部の試合やってないんで、リョーマさんとヒヨコピーの試合は、リョーマさんのあのアラクネとかやってられんというあれによりノーコンテストになってるんで、まあそこのスコア次第なんですよね。ちなみにヒヨコピーは、3-2-1-4-4-1 の8なんで 2.5 足すと10.5 なんだけど、まあ3勝したら11でトップタイになっちゃうんだよね。一応つけたのは私です本質のドヤ顔では私です。さあ試合の方は、おお、コパンが強い、あそうなの、片目をなんとかしないといけないよね、タオカカ戦はうまい。触られるのは別にしょうがないけど、触られたら必ずダメ取られちゃうと、やっぱこれは勝てないよなっていう。さあ取り返す龍馬さん、深い深い千葉くん深い。さあ 6C から壁に、お当たってんだちょっと。さあ拾い損ねるか、ジャンチ危ない、この 6A マジ、おお勝利権。おお、そこで膝、マジで。さあ金バーストにしたかったけど、青くなっちゃう。カービに当たって、さあ日本バーストを使えというメッセージですが、あ
とターンがかかる。とりあえずラピッド。あれも超過できんの、すげえな。さあここがバースト。さあ後ろ君は2ミリで潰せる。ぶら下げ投げ昇竜拳、素晴らしい。スタンクダク昇竜拳角度。さあ別はガードするが下段が当たる。ヘルサンク、さあ平気さをケアしつつ、あーテイクハーです。え、テイクハーです。あーなるほど、シャガディ出かかりね。Here comes a new challenger. Please select your character. Tao Kaka. The wheel of fate is turning. Rebel One. さあ、龍馬さんが1試合リードと。なんだよなんだよ楽しみ、確かに。いやいや、勝ってってこと。まあ頑張りますが、当日のあの僕の睡眠時間によるよね。寝ろって話なんだけど。さあ、ハリバセルズ。この手のガード、ナシからナチビロープシー。さあ繋がってはいないが当たればセージ。ロープシーからね、引っ込ん。さあこれをミスしてしまうとやはりちょっと厳しいものがある感じするが、でハーデス、ただのハーデス、ジャンジャンスペリアル、カードレッドストライク、タチビ、ニシタチビ、シショリュじゃねえ、ディショリュになってるか、ちゃんと足処理っぽい。どうやって。うわー、この2B やばいな。おー、ケアできてる。さあ飛びたくなるところでシャガディをしっかり刺すが、そこは大人ガード。さあ D カウンターにバースト。あっあっ、6円置いて、6シーある、投げたく。あーすごいな、ちょっと今の最後の流れは。おー 2Bあれ 2B 潰すにはヘルス、あ、そうか、D 出しきれいのか。出しきりカウンターだとなんかつながるのかな。さあからのコパンコ3。身内だからなんな、どうも知ってる感じはありますよね。さあ処理券から引き飛ばしちゃうね。やっぱ筐体が違うとね、若干。あっ、さあこの勝利権はかくっている。ガントレットロークリーから、さあ CD2 段目当たらないが、さあめくりからの投げたく勝利権かかと。さあちょっと難しいですよね、やっぱさすがに。あれはヘルズ、あーめくりをか。確かに。いやーやばいな今の。あれガードするかね。あと1っす、ラス1、ラス1。さあ、サソンさんの集中は若干切れたかもしれないが、最後の試合です。バスビーから BD、C、BD、D、ベリアレッジ、D、C 昇竜。
上げたく。あのジャンエとか俺怖くて触れないジャンエだけどね、シャガディ来るんじゃないかってビビってるからね常にビビってるから何かに。あ、これはゲージすげえ溜まるやつ。あ、猫歩きは強いが、さあさあ、まあまあまあ、あと3回ぐらい多分ね D ショルめくりミスってもね死なないからね。さあ中央に引き込ん、俺はこれは見たことないですよ。壁に当たってプレイヤーみたいな空投げ。さあ2匹がギリギリ持続してたのか、チャージまでしょうか。じゃあ見かぶせゲランが当たる。まずジャンピーから 2P 出せるのは最初みたいなけどすごいですよね。ラグナ使ってたら俺だったら立ち B 出したくなっちゃうよ。さあダメージは十分と。あーっと、まあそんな減らない。バス読み手段があろう。あ、でそう 2B でくぐって、これね、これやられたらちょっと厳しいっすよね。さあ高速中段、この体力だったら倒しきれそう。あれまでケアしながら動くならとちょっとっていうねっていうね。あーこれ結構減る。あーメンタルダメージ与えていく。どうしてチョクは。だからね、何にいろいろだからね。なの？バクテ。おお。あれさ、あっち側どう？どうしていいかな？おっと、2段目カウント。珍しい。ここはバスト使っていく。さあかなり雲行きが。レッドスパイク C。さあでもまだ死なない。ただ言ってると変な攻撃食らって死ぬからね。まだ分からの。いやー D 処理で割る。そして投げということで、さあ2、3で、まあ、龍馬さんが勝利と。The will of fate is turning. Rebel 1. Action. ついてくれるか？はい、じゃあ始めます。まあロチャハザマ VS 坂本龍馬ラグラ開幕。触りいったのがハザマの方。あ、このままコンボできるのか。安定のヒレンループからコンボを決めていく。さあここで置き攻め、ここでジャヤクを使っていく。残影6シーキレントス。さあここからループを持っていく。さあまた置き攻め、ここでブラッドガインで見事ガード。しかしまだラグナーの攻撃が続く。ここで一気に端っこに持っていく。さあ早速まだを締めて 50% 回収。ゲージを吐いて攻めていく。でガントレットが通って一気に持っていく。このままゲージを戻していく。まだ 50% たまりガントレット打っていく。さあお互いいい勝負。ここで投げが暗いラグナーがまず1本通る。さあ2回戦お互い
牽制し合っていくが、最初に触れたのがハーザマ、一気に持っていって投げを入れていく。残影ガードされて、ヒコさんも喋りますか。マイクが見当たんない。マイクがないみたいですね。このままうちが実況します。さあこのまま一気になんか痛いコースを食らっていって、一気にゴムを端っこに持っていかれる。ラグナーはゲージがある。ここでジャイクがやるが、しかし意味なかった。ここでバースト入っていく。たまらず、もうそうですね、ゲージもないしバーストも1個しかない、ちょうど辛い状況ですね。さあこのまま狭間がこれを完走していくか、完走できるのか、完走できそうですね。おっと青い、完走できてない。ブラッドガインでラピキャンしていく。さあこのままジャイクを決めていって、お互い一本取っていく。さあ最終ラウンド、お互いダッシュして近づいていく。しかしここでインフェルノを取っていく。 6D6D、 狭間が触れていく。さあさあこのままお互いジャイクが、おっと青い、しかし空投げが通ってガントレットは、ああジャニシーが入ったが、しかし何もなかった。さあお互い、おっとここで投げが通ってしまった。たまらずバースト、ウロボルス一確認できなかった。おさあガントレットがバックスにかかってきて、一気にこのまま殺しにかかる。さあゲージがぴったし触り、カーネージでとどめさせる。ヒヨコピーお願いします。さあ第2ラウンド、ここで触れていったのが狭間の方、一気に画面端へ持っていく。しかしここでコンボミス、このコンボミスは痛い。しかしまた切り直して狭間が攻めていく。一気にこのままゲージを回収していく。さあお互い体力がどっとの状況、しかしインフレがここで倒してしまう。しかしジャイアク打つが何も起こらなかった。狭間が牽制しているが、しかしまた狭間がターン通ってしまった。これで 6A が当たり、しかしゲージがない。さあこのまままたラグナが攻めに行く。これ結構痛いんじゃないですかね、ジャンシー指導だったんで。このまま端っこに持っていって奥攻め取る。ゲージ 50% 回収して、これジャンディーが当たっていく。このままカーネージを締めて端っこに持っていく。さあ強気の 6B が当たる、外して、強気の 6B、 しかしガンとしても僕たまらずバースト 6C 置き 6B 置いてんのかな、あれは。さあ第2ラウンド、狭間が逃げる。これ捕まえちゃったのが狭間の方、しかしダーグナがここまで行ってジャンニシーが当たってしまうが、そのまま波に動かない。さあ一気にダッシュしていって防御を崩していくが、狭間が今度逆になってしまった。まだ戻り、ジャンシーが当たり、しかし何も起こらなかった。さあ投げを切るが、なんかジャンシーが、ジャンシーすげえな。さあこのままナグナガがコンボに行き、一気にダメージを稼いでいく。ゲージもハマっていって、これで約 100%。
99% か。ガントレが空中くらい。おっと、ジャック確認ができてなかった。投げからジャック。ここでコンボ入っていくが、完走はできるのか。さあ、できるか。投げからでこんなに減るのはね、すごいね。で、ミジジジメて約6000弱か。いやー、強いね。しかし、ヘルズワング強気のヘルズワング。ここでカーネジシザーでいって、ゲージ回復していく。強気のガントレット、何が起きたかわからないけど、さあ、ここでちょっと、まあ、ガントアザルト。おお、今のは何が起きたのか全くわからないですジャイクこすったのかな、今の。それが漏れてジャンプになったの。ここでジャンシーが当たり、一気にラグナがリードしていくが、キンバー、キンバーガードの。さあ、このままラグナがご了していくのか。おっと、ゴービーがクライックにコンボ持っていく。さあ、ダグナガンもゲージが 50% 溜まっていく。ガントレットからのラピカン入って、さあ、このままどうなるんだ。ちょっと狭間がきつい状況っすね。何も起きなさそうで、おっと、このまま一気にコンボ持ってきて、何も起きなかった。そのまま死んでいくバーストを読みしても、なかったような気がした。ぶっちゃけ俺もないけど。 Here comes a new challenger. 団体コンあるけど、 Please set your character. バー読みしろ、逆にしないときもある。さあ、3回戦が始まっていきます。さあ、まずは強気に攻めていったラグナガが一気に攻めていく。さあ、このまま殺しきるのか。さあ、一気に持っていって、おっと、護衛が刺さる。おっと、スロージェクトミスになって、一気に狭間側が画面端、しかし青い2回は煽った。さあ、このままコンボを完走していく。投げから約 50% か。まあ、ジャイク、まあ、勝利ですよね。なんかこのまま投げが通り、このままラグナガが完走していくのか。完走していって置き攻め取っていく。しかし、バレていたのが勝利で返される。このままラグナガまた有利な状況を取っていく。さあ、また同じことを2回やっていく。さあ、このまま殺しきるのか。殺しに行った。さあ、ラウンド2、ここで空中ガントレットが当たりに行って、一気にラグナガーが画面端を持っていく。このままでかいダメージ取っていって、置き攻めしていく。ラグナガーゲージも溜まっている。そして 6C 当たり、たまらずバースト。そしてもう一回バースト。さあ、どうする。ここで狭間がコンボを締めていくか。おっと、インフェルノが見つかり、この狭間のジャグが入ってしまった。しかしコンボミスしていく。これはでかい。さあ、止まるかな今のは。そのまま狭間が完走していくのか。しかし、狭間がさっきから何してるのかわからないお前、ブラカインやって一気にコンボ持っていく。このままコンボミスしないで殺しに行った。今ので 0-3 です。03で、あ、このまま押せばいいんだ。
なるほど。さあ第4ラウンドいきます。一気に触りたのが狭間の方、インフェルノがスカリーでかいコンボを持っていく。さあこのまま完走していくのか。たったミスっただけでこのダメージ、約5000か。めくっていってじゃあ5かましていく。このまま完走できれば狭間が勝てるが、完走できないとまだわからない。さあ殺しに行くのか。殺しに行ってまずはラウンド取ったのが最初一本狭間。さあ第2ラウンド、これなかなか強くないジャンディ。さあ画面端背負ったのが狭間の方、おっとガントが当たって一気に、おっとここでコンボミス。しかしアドリブが見せたらずに一気にコンボを止めます。このままゲージを貯めてラグナガが攻めていく。ガントが当たらなくて、おっと西が当たってたまらずバースト。狭間がなんか変な動きをしているが、 6A が当たされてインフェルノドライバー、強気のインフェルノ。さあこのままラグナガは殺しきれんのか、きっちり殺しに行く。これでお互い1-1。第3ラウンドバーストはラグナガが有利。おっと先に触りに行ったのがラグナ方、6秒ってたまらずバースト。さあこのまま狭間がターンを取っていくのか。おっとここでヘルズバンクが当たる。一気に画面端持っていかないが置き攻めを取っていく。おここで痛いジャンシーが当たっていくがたまらずバースト。ここで 2B が当たり一気にダメを取っていく。このまま4000コースか、表裏を取ろうとしたのかな。おっとジャンシーが当たる、これ届かない。これ昇竜が当たり2B、このままなかなかがターンを取っていくのか。一気にラグナープレッシャーになっていくが、おお怖い。さあこれは分からなくなってきたぞ。このまま狭間が完走、しかしここはたまらずバースト。しかしラグナガもカウンターサルを取っていく。おっとこのまま取って狭間が一勝。今ので1-4です。次でラストです。今日は結構見てますね、7人っすか。さあ第5ラウンド目です。さあラウンド最初にターンを取ったのがラグナの方、このまま画面端で殺していくが、おっとこれジャンニシーが当たっていく。狭間側は一気にこのコンボを攻めていくが、完走できるのか。このまま完走し合って置き攻め取っていく。しかし6秒かわされる。ジャンヤジャンヤ、さあお壁が逆になってしまった。ラグナガが逃げてきて、さあおっとここでさあ一気に攻めていくが、ここで置き攻め取ったのが狭間の方。このままコンボを持ってきて殺しきれんのか。さあこれは殺しきれるのか。
おーっと、星来た。まずラウンド1取ったのが狭間の方。第2ラウンド、さあお互い立ち回りで攻めていく。ここで最初のターン取ったのがラグナの方。このまま一気に走り投げ、デッドスパイク、一気にダメージを稼いでいく。扇攻めをしていく。技を締めて、これで 6C が当たっていく。たまらずバースト。おっと、危なかった。ここで何かわからないジャイクがやっていく。ウロボスからこのままコンボを持っていく。たったのジャイクだけでもこんな回収できるのか。さあ一気にコンボ完走してお互いゴムになっていく。ここで空投げが入り、狭間側のジャイクが来る。ロクシー、このまま殺しきんのか。たまらず、あれウルボルスが当たって、このマッチ、このラウンド取ったのが狭間の方。これで3人。The will of fate is turning. Rebel one. Action. もう始まってますよと。状況は実は5分ぐらいだけど、ゲージがないのでちょっと触られたくない。あ、何をやろうとしたのか分かんないけど、 2C かな、違うかな、飛ぼうとしたところに当たったっぽいよ。さあ開幕ダッシュジュールゲン、あー A 対2に潰せんのかな。さあ5試合っていう長い長めのスパンの戦いなんで、まあなんか変なことをしとくと結構それが意識に残って後半やりづらくなる。まあ1時間勝ちとかの方がね効果高い手法ですけど手法とか言って。さあベリアルを目に巻いていく。ジャンシートくんから、さあこれが強い、このキャラは GCC、 これ当たる、入るからビーターに抑え込んで、 C 台にね、ビーターにから、ジャンシー抑え込んで、さあアイリスは当たらないが、さあ細かく攻めてエルサングはガードショルゲン、ウラマリー、しかもサガメくらい、サガドから CDCD ビリアルダッシュ、タッチ D2 段当てて勝利してほしい。あれ、あ、入るか、そうか、 T 使ったと思って、5番5番5番アーデスガード、さあ2段目ダッシュいいですね。さあ投げでフォロー気味、おっと何やねん、これスラットないか。ここからタチビー 3C3L A 対2アイリス 6A はやっぱりバリガー、さあ 6A 取りになって A 対2アイリス、ジャンビー2B から
ケルになってるうちにワンチャンス取りたいが、さあルマさん冷静、あー、ルマリーこれに当たっちゃうと、さあさあここはダリア、ダリアせざるを得ない、最終の当たる、ここからこれは届かず、強くなってくる、さあ、デンさあ、ギリギリ迷ってなさか、まあ、原さんと普段やってるんですけど、やっぱ原さん原さんね、原さん聞いてたらごめんね、やっぱ原さんとルマさんとねちょっとあれだよね、ジジーが当たらない、高すぎた、あるある裏回って勘弁してほしい、直下して、まあ、裏に入るんですね、あれなるほど、素晴らしい、紫なんかしっかり抜ける、森さんはね、あーこれ言わんとこみたいな言わんとこ、チームメイトやしな、アベリアレジ、コバンコバン、投げが通る、レッドステーカー持続当て、あ、なるほどね、あ、そっか、そっちも入るのか、へえー、なるほどね、いやー、新勝利カウンター、拾えない、レジュ、中段カード、素晴らしい目の良さ、男子ロケ届かず、ちょっときついガキャン、ビータニービータニー、あら触りに行くが風がない、ベリーある、エータニー簡単いいかな、展開率ここに勝利権、こんな勝利権あるからね、アリスからのアタッカーちょっと崩したけど、欲しいから、あー投げタックが通って、これはダメオベラですがまあやらんでもいいねあれそう、だから会話帰れっつうの、ここ5試合やったら終わり、 Here comes a new challenger, please select your character, Rachel Alcard.The will of fate is turning. Rebel 1. Action! The counter! まあ、ヒョコピーがね仕事をしながらね、あ、中断がどう、中断、お、なんか目だ、なんだ何ミスなのか分かんないですけどあーなるほど、お、青いけど、そこはガードキャンセル、うん、そうですね、あ、原さんあんまり無茶しないですからね、無茶しないっていう言い方だとあれだけど、そうですね、確かに確かに分かる、さあしっかり補正を考えつつバークス選手権は通る、あらの勘弁してほしい、あ、確かに確かに、あ、ガーキャンこれっぽい、ガーキャン、フォアガーキャン、あーこの裏回りが全く見えない、エタニーから、さあ勝利をされたくないので、さあ時間稼いでこのまま逃げ切りたいが、あーマジか、やばいっすね、ちょっとああいうことされてしまうとゲームにならなくてみたいな、お、確かに確かに確かに、うん、勝てないですからね、あーっと、モールさんがいつもと違うことをやってあ、中途半端、6B も当たらないが、さあ、オクラス 2B もガード、ここでジャンシーが当たる、さあ、どう点数いく、勝ち、勝利、勝利、
タッチガードしてバークステイ、素晴らしい。ダメです。あー、これ無理、これ無理。この形はレイチェル強いですからね。まあガーキャンで押し返されない限り、まあこれで押し返して、うん、まあまあ、昇竜拳を昇竜拳をどうしてもケアしたくなっちゃう。あー、これ厳しい。あー、投げを反応してしまう。バックで通って投げ出そうとしたんだろう。正しいか、パンダード。はHere comes a new challenger. Please select your character. Rachel Alcard. The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. さあ、千葉さんがリツイートしてるけど。いやー、橋で崩れないとちょっとゲームになりませんからねみたいな。バックステね。レッドスパイスさんガードした後、確かにまあバリガスの方が一番広い気がするけど、これは龍馬さんなんで多分タリルルートを知ってるんでしょうね。もっと、なるほど。まあ多分本当はヘルズファン具的なね。さあ2回目のブラッド前、ここは知っておく。Rebel 2, action! まあ、久々に下段。タイニーから、タイニーじゃねえや。カエルから、おっ、これはなかなか良きダメ、それでいいのか。あ、難しいとこだけど、下段が当たって、これはカエルの。お、珍しいミス。いや、この一段からのね、別に下段ないけど、みんな。いやー、手が長げ、どっかで使わないといけないんだけど。珍しく6位を取って、ここバスケを序盤から、いやー、うますぎる。さあ、これは桃野さん、まずいですね。Rachel Alcard。 そう、あのラグナツカイの龍馬さんです。今更だけどね。 The will of fate is turning。 そうですね。 Rebel 1 Action。 そう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 。 802 恥ずかしいからやめてや。やっぱこっちの方が入るんだ。あんま関係か。あー、わかんないな、それは。それでいいのか。あー、はいはいはい。
する選択肢ないですか。あ、死ぬわこれ。あ、マジでか。あ、おっと、ちょっと補正がきつかった。てめえ舐めてんのか。レベル2、アクション。ここで抑え込みたいところですが、あ、まず下段。そして中段。ちょっと重ねにしてたけど、あ、いやまあでもここのくらいの体力リード取ったら、まあ攻めなくてよくなるんで。うん、あ、そういうこと。ここは無理せず逃げていいところ。これはマスク。ガーギャンはジャンプで回避。さあ別にダメージしなくてもいいけど、まあ、初めて逃げてないと。死体殴りの段階になったらカボチャ置いてね、真実的に。おお。ちょっと面白かった。入る。下手に。下段ガード。中段が当たる。あれはね、意外と当たります。あれに当たっちゃうとちょっとゲームにならないというあれなんですけど、でも当たっちゃうも当たっちゃう。あれ俺もできないですよね。もうそもそもできないですけど、俺あれ難しくないですか。あー、倒せたんじゃないの。あー、なるほどね。あー、うまい。これは CD 入りますね。AD だこれ、やばいな。バーチャルで当たらせちゃうからね。まあとりあえずダリア打って、いや難しいな。お倒せないのかこれ。あ、ゲタ当たる。確かに、まあよく見たら中断ないけど、次はラスト。あ、そういう仕組みなんですね。そうそうそう、5戦で5戦車は結構長いんでね。Here comes a new challenger. Please select your character. Ragnar the Blood Age.The wheel of fate is turning. Rebel 1, action. いや、20分も経ってないんじゃないかな。分かんないですけど。聖戦が。なんかひよこさんとでもマジャン龍馬さん発生しないんじゃないかって。アラフェンスカイとはちょっと見て。あ、ダメじゃ、あんま変わんないですよ。おお。もう最初のハーデスで食らってますから俺は。
届いて、ロケバーで風がね、まあ、4まで回復して汚いですわ。あーあーなるほどね。ああちょっとここは使う一発で壊すね。てめえ舐めてんのか。レベル2アクション。まあモブルさんあの 6D は当たんないですから。お飛ばしは出ないけど、しっかり一発で止めるわ。それはどうするか。崩すとはいいものの、減ってない。このゲームなんかあの雪風現象みたいなたまにありますよ。ああ当たんだ。あれ持続が長い。まあ、風が2つないとやっぱりねどうしよう。さっきから細かく取れてるけど、おこれは美味しい。終わりましたかね。なるほど。レベル3アクション。さあいいとこに嫌い心がね。ああですわかんないけど、立ち見重なってれば多分勝てるんだろうけど、ああいうよくわかんないことやるの。おしゃれな動きをね、かぼちゃがいかにかぼちゃをおしゃれに動かせるかみたいな。まあ、直画されてるからしゃがり打たないよ。見たいなー、ロケが強かった。さあということで